また思い出のお店が一つなくなろうとしております。メガカスのヤーマンです。こちらのお店 2,3 年前でしょうか、新潟の柏崎にオープンいたしまして、何度か動画にさせていただいております。パチンコ屋さんがレトロゲーム、レトロパチンコに変化したという珍しいパターンのお店だったんですけれども、ゴッドでね2万枚を出した回、そのお店でございます。そのお店が今回閉店するということでやってまいりました。これだね、5月20日をもって終了と。急なツイートでですね、あと皆さんのコメントで知ることができてですね、今回足を運ぶことができました。店内なんですけど、まあ 2,3 年前と変わらない、こういう感じの手作り感満載のですね、うん、思い出を作ろうとかね、こういう風な形でですね、ちょっと懐かしい雰囲気、うわ残念とかね、僕もねちょっと書きました。初代ゴッドで2万枚はいい思い出です。こちらの方がですね、柏崎レトロの入り口になるんですけれども、中見させてもらったんですよ。かなり混んでて、こんな感じですね、撮影などは遊戯台設置のみの可能です。お客様スタッフの映り込みには十分注意してくださいということで、ちょっとあまりにも混み合ってるんで、ちょっと僕が入ると邪魔かなということで、ちょっと今は控えた方がいいかなと思って、中で本当は打とうと思って台とかも紹介しようと思ったんですけど、今日はね控えておこうかなと思います。レトロの、まあ、これ受け付けたんですけど、レトロのコーナーの、まあ、隣には、まあ、ゲームセンターがあったりとか、本当に卓球場とかもあったんですけど、僕がね久々に来たら中にあの自由空間できてましたね、満喫できてましたね。ひっそりと佇む、あんまりもうねこうレトロなこういう自販機調査してきましたけれども、見たことないポップコーンの機械があります。一回ね食べた記憶があるんですけど、ちょっと食べてみよう。これ500円のも使えないみたいですね。あー悩む。でもね前回バター風味を食べた気がする。こっちキャラメルちょっと切りたいと思います。はい、出てきたよ、今落ちてきたよ。はい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 、全く見えない、全く見えません、なくなってる。閉じて、ああ待って待って待って、みんなここからあのキャラメルのなんだけど、あのバターの香りします。結局の話が、うん、バターの残りカスがあるかもしれません。メガカスの残りカスです。はい、このまま閉店まで続いちゃうのかと思いきや、開いた、どうなるの。はい、どうなるの。あっちゃっ、かっ激アツです。キャラメル風味、レトロのメガカスファミリーからですね差し入れのコーヒーもらったんで、これセットでちょっと食べたいと思います。普通のポップコーン、うまっ、むちゃくちゃうまい。バターの香りもほのかにするし、キャラメルたっぷりじゃなくてキャラメルの優しい味がしますね。うん、いただきます。コーヒーと合うね。やっぱりさ、パチンコ屋さんがたくさん潰れていく中、パチンコ屋さんからレトロゲームとなって復活するっていう流れでね、しかも新潟でできたっていうのですごく応援してたんですよ。ゴッドの2万枚の思い出もねありますし、潰れるのは非常に残念な気持ちでいっぱいです。本当は中でゴッドね3枚枚チャレンジとか羽物チャレンジとかしたかったんですけども、僕が入ることによって撮影が入ることになって、みんなの楽しみの場があのワイワイできなくなってしまうと申し訳ないなっていうことでですね、ちょっと今回は中で打つのは断念して、ちょっとオープニングをねちょっとこんな感じで今回閉店しますよっていうご紹介だけさせていただきました。レトロ思い出ヒロワさん、本当にもうねありがとうございました。また何か新しい新古代レトロ代新潟に出すってことがありましたら、ぜひメガカスを呼んでください。ぜひまたプレイしたいと思います。お店はなくなりますけど、僕のゴッド初代2万枚の記録は残り続けます。そして僕の記録にも残ると思います。あの本当に楽しかったです。ありがとうございました。ということでですね、このまま帰るのもなんなんで、むちゃくちゃうまい食堂があるんで、そちらの食堂に行って別なパチンコ屋さんのホールでですね打ちたいと思います。では行ってきます。
にも紹介した花月食堂さん、むちゃくちゃうまかった。必ずレトロに行くとここに寄るというね、ぜひこちらの方に遊びに来る機会がありましたら、レトロはもう閉店してしまいますが、行ってみてはいかがでしょうか。むちゃくちゃおすすめです。さあ、パチンコ屋さんに移動してきました。レトロではゴッドで2万枚、そして懐かしの羽物打った思い出があります。そうなったらこの台にリベンジするしかないなと思いました。ゴッドで羽物、さあ始まりました。柏崎レトロでは残念ながら打つことはできませんでしたが、羽物思い出ということで、よみがえローラー、こちら今日選ばせていただきました。約2000分の1くらいののみで、ほぼ出玉なしで5万円負けてます。本日も応援よろしくお願いします。及んで点滅保留が入りました。来た、お、来た。あんだけこんな演出なかったのに、はい、逆順目だね。よし、ギリさん手前、いや右から来た、アタックチョン、さあ本日初のスーパーリーチ、ギリ、あ、2万枚ではなくて2万発お願いします。は？またこのパターンですか。初めての赤ホール来た。これは絶対に来ただろう。絶対に外さない。頼むぞ。え、疑似だよね、まだこれ。さあ、疑似から、さあ、さっき外したやつ、煩悩を払い、さあ悟りの境地、大丈夫、煩悩払え。バルホン、ありがとう。本当にありがとう。極楽アウトまで新車から出社入。50%カモン。なんだマジ。本当に。ここが赤く光ってます。降臨、青保留で降臨。継続は力なり。さあ継続、
と待って、疑似2だよ。出た、青森。全部これだから。チュありがとう。この物価上昇、ようや見忘れたとは言わせに。ここの赤いの熱いんだ。早かった。これが3回目。50% です。多分。ふざけんなよマジで。本当に 50% なんこれ。精神集中。ヒート。一生チャレンジ。まさかの3号。地獄か。これはもうダウンボールで来たんだな。あ、これ転落引いたってこと？三三三三。一一一。決めよう。さあ呼び返ろうな。どうなってんのこれ。絶好。ああ、なんか高みが出てきた。こんなに、こんなあっさり当たる台なの。新車から出世せよ。台が変わったみたい。さあ、更新19,000円。前回入れたら4回目。カモーン。本能しかねえよ。誤解だ、シャカミ。ああ、もうダメだ。まだ1回もありません。クソ弱りしてきました。4回目25,500円。マルホン、マルホンかも。そりゃねえよ。なんなんこれ。これから釈迦猫7点初めての7点。この7、昔のたぬきちくんの2の直当たりの7にいける。さすがに格変。これは来る、これは絶対来る。美しい、気持ちいい。さあ行こう、ペラカスタム。じゃねえかこれ。むちゃくちゃ減りそうだなこれ。やべえぞこれ。はい、止め打ちしないと。よし、タッチだ。3発回避。ようやく、ようやく連チャンしました。お前 V 決まるから。はい、さあ何ラウンド。なし。インド系男子。
4ラウンド引くのに2日かかりました。あのこのラウンド中もちゃんと飛べないと溺れます。やばい、やめろよ、やめろよ、やめろよ。いや、さすがに早すぎる。まだ3回転。さすがに早すぎる。ここまでいくらかかったか分かってるか。はい、やばい、ここ置いたらやばい。よし、楽しいやん、クロダイ。4ラウンドです。またデータ、今度は5回転だ。さあ今回もここ、今回もここ、やばいじゃん。まだある、まだある。決めれば問題ないな。さあ本日2回目の役者行こう。俺のファインプレー、ファインプレーを起こせ。いけ、マルホン、マルホン、お前の実力を見せろ。いけ、残り10 9 8 7 6。逆なんだよ。4 4 3 2 1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  2
俺も4枚入れて700発もう下のは行きます。さあ行きます。こいつ赤く光りました。本日初のぶった切り。残りの持ち玉は4玉です。ここ開きます。開かない。つながってくれ。はい、一瞬で全部までです。この7000円だけは勝負かけます。またおできできました。お、さあこの演出であったことない。目力、パチンコは目力。来い。かー気持ちいい。収束しろ。7以外無理だな。あまりにも厳しすぎる。稲坂の北止まり。何回か分かりません。
まだ終わってない。気持ちいい。ノーマルからの加減でした。エースで弱いければ弱いほど格変なのかも。目が勝つだろ。お2回転目ダメだ。どこなの。地獄みたいな焼くもの。さあファインプレーを起こしてくれ。ほら、いけ、いけ、ほら、ほら、いけ。残り10 9 8 7 6 5。ダメ。5 4 3 2 1。ここ3秒来い。無理じゃねえ。導入当時なんかあの199がこれ辛かったってことでなんか甘くなったって噂聞いたんですけど、全くそんなことありません。200玉です。甘くなりました。今日も4万円。こりゃねえよ。マルホン作戦会議。マルホンさん、そりゃねえよ。前回は5万、今回4万、合計9万入れて格変入ったのも2回。無理だよこのスペックじゃ。最大で860束ですよ。前の人どうやったら出せたんでしょうか。ファインプレーを思い出す楽しさはあるんだけど、やっぱりちょっと厳しいので続行してもいいんですけど、僕がねちょっともう帰らなくちゃいけない時間、まだ2時間ぐらいだと思うんですよね。最後この4万円がまくれる台にちょっといけたらなと思って探していきたいと思います。皆様本当に申し訳ないです。あの右の役物をね突破するまでね今日はね頑張ろうっていうね自分の心の中で決めてたんですが、全然甘くなってない。移動、残り2時間でまくります。リベンジ会でいきます。今日こそ当たってくれ南国物語。さあずーっとこの台も当たりを狙っていて2回連続当たりがない。南国育ちアトランス。前回は長軍を外したりカットイン外したりしました。今日は僕小当たりラッシュ、入ればまくれると信じて新古代に臨みます。ラストチャンスお願いします。燃えカットイン出た。燃えカットイン来たよ。燃えカットイン大チャンスのはず。50%ぐらいある。確変カモン。なんでなくっそ。これでなんとかお願いします。赤は赤出てます。頑張りますよ。勝ってない。ちゃんとできるかしら。勝ってはない。もっと出すわよ。はい。チャンス。チャンスだよ。初めてチャンスが来た。だってこれ来た。これは来ただろう。チャンスは勝ってない。頼む、マジ頼む。1級とかザブル激アツだろこんなん。頼むぞ。平和に行こう。平和に行こうオリンピア。平和に行こうオリンピア。
嘘だろ。なんでこうなるの。でごめんなさい、実践終了。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。最高値段は800発ちょっとということで、完全にやらかした。これで、ね、俺もこれ終わったタイミングで言うけど、完全にさ、オープニングで出したレトロで3000円出して1日券で遊んどいた方が勝ちでしたよね。あそこが本日の運命分岐点でした。この動画が出る頃にはもしかしたらトロさんはね閉店してるかもしれません。お店はなくなりますけれども、出会った人、あの店員さんとか、あとあそこで声かけてくださった皆様、新潟の皆様、本当にありがとうございます。縁はねなくならないと思いますので、また新潟で会ったらまた一緒に楽しいことをしましょう。これからも一緒に仲良くしていただけたら嬉しいです。お店はなくなるかもしれませんけど、動画は残りますんで、まだ動画も見ていただけると嬉しいです。本日の結果なんですけれども、本当にクソ界の7万負け、最近マジで負け続けてます。ちょっと前後、動画前後してるかもしれないですけど、マジでやばいです。どうしたらいいか分かりません。コメントで教えてください。なんでこんなにパチンコ負けるんでしょうか。向いてないんでしょうか。本当に今日負けましたけど、よみがえローラーむちゃくちゃ面白いです。羽物、マジで面白い。羽物じゃないけどマジで面白いです。ぜひ皆様打ってください。ただ多分勝てないと思います。きついけど面白いんで打ってみてください。それじゃあまた、バイバイ。くそー。